本局、まあ、ちょっと今現局面が映っておりますが、はい、藤井先生の先手番となりまして、はい、相掛かりの将棋となりましたが、はい、この戦型についてはまず青野先生からどのように受け止められたか、予想と比べてどうだったか、まあ、そうですね、はい、第1局目にも来たかという感じはしましたね。どこか出るとは思いましたけど、まあ、2人は角換わりの腰掛け得意なんですけども、まあ、腰掛けだけね、7局全部指すわけにはいかないですね、まあ、同じ相居飛車の中ではですね、昨日もちょっと前夜祭でも言いましたけども、矢倉と相掛かりをですね、まあ、どこで持ってくるかということですけど、まあ、1局目にこれを持ってきたということは、まあ、かなり研究してるんだろうなというふうな感じがしましたね。それと私は思うんですけど、相掛かり戦というのはやっぱりこう非常に早く戦いになりやすいんでですね、一手の価値がすごく高いと思うんですよね。で、そう言ってる価値が高い将棋っていうのはやっぱり若い人向きっていう言い方変ですけどね、はい、若い人の方が勝率が高いんではないかってみたいに思ってますよね。稲葉先生、この相掛かりという戦型はどのように受け止められましたか？そうですね、まあ、振り駒でしたので、どちらが先手になるかによってよく変わるかなと思うんですけど、まあ、最近藤井さんは先手になると相掛かりを目指されることが増えてきたかなという印象だったので、まあ、これは有力な戦型の一つかなと思ってます。なるほど、なるほど。まあ、相掛かりといってもいろいろな変化がありますが、本譜は藤井さんが、縦歩取りを狙って、はい、で、後手の豊島さんが、まあ、金を上がって受けてという、まあ、やり取りを経て、また定位置という形で、まあ、現局面になっておりますが、ここまでの流れっていうのをまず稲葉先生、どうやってご覧になりましたでしょうか？最近は少し珍しいというか、まあ、先手番でもう少し積極的に有利な流れを求めてしていく指し方も多いんですけど、ちょっと本局ではいやいや、まあ、穏やかな勝負というか、まあ、なってるので、まあ、研究勝負ではこれから構想の勝負になるかなという感じで、まあ、お互い兆候になる可能性が高いかなという。穏やかというのは具体的に言うと、どのあたりが穏やかな変化を選んだ場面というのが、まあ、現状を交換しただけですので、まあ、なんかゆっくり駒組みを進めていくのかなという印象がありますね、はい、最近はちょっと横歩を取りに行くような指し方で、はい、結構激しい変化を含みながら研究勝負という展開になりやすいのが相掛かりの傾向ではあります。じゃあ、まずその研究でガチガチにもう固めてきたというよりは、ここから街から勝負だよっていう。そうですね、お互いの棋風が上がってそうな将棋になっているっていう感じがしますね。なるほど。川野先生は現局面どのように？まあ、そうですね、最近の相掛かりはですね、もう攻めの桂を早く跳ねちゃって、はいはい、で、いつでも4五に飛ぶぞというような形の将棋が多いんですけども、はい、本局はそういう感じでもないんでですね、まあ、今稲葉さんが言ったように、はい、少し映画館の中でも少し落ち着いた将棋になるんじゃないかなみたいな気がしますね。なるほど。今後の、まあ、対局の様子、まあ、展開予想についてまずは温泉から伺ってよろしいでしょうか？まあ、まだね、この将棋の戦いは始まってませんのであれですけども、はい、まあ、先手の3八の銀がどこへ動くかと腰掛けるのかですね、あるいはこのままやはり桂馬の方を先に使うのか、で後手の方も7人の銀がですね、最終的にその守備棒みたいな形で桂を使ってくるのか、やっぱり銀が動いてくるのか、まあ、どちらにしても両方のこの銀が、まあ、どう動くか、あるいは動くのか動かないのかというところが一つの将棋の流れを作ってくると思いますね。はい、稲葉先生はここからの展開についてはどうでしょう？そうですね、まあ、ゆっくりした展開、はい、いつも、まあ、8、6とかしたりして、はい、まあ、まあ、激しくなるという小競り合いになる可能性もあるので、まあ、はい、後手も、まあ、またゆっくり駒組みをするのか、まあ、もう少し戦いを求めていくのか、まあ、それによって展開が結構変わってくるかなという気がするので、まあ、そのあたりが注目かなという気がしますね。稲葉先生的にはこう鍵になりそうな駒というか、この中国この駒の働き、駒ですか？そうですね、駒ですか？あ、駒っていうのは、まあ、争点になりそうなポイントでもあるんですが、あ、でも結構そうですね、やっぱり最近の傾向としては桂馬とかをまあ使えるかというところもあるので、はい、現状は全く使えるメドがないので、そうですね、まあ、そのあたりがどうなっていくかというところですかね。わかりました。じゃあ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、ありがとうございました。
なんかもうちょっと進まないとね、ちょっと興味がない。そうですね。形勢云々は当たりたいよね。スローペースもうちょっと早いかなと思ったんですけど、意外とスローな感じですね。最近では珍しい。昔はよくこういう癖があったんで。確かに。じゃあまあきっと長い将棋になりそうな感じですか。でも意外とでも早い。自分から始まると。まあ長くはないですけどね。まあでもここで長考しているので少し後手が動いていく可能性はあるかもしれないですね。ありがとうございます。すみません。はい、まずちょっと一つと5号ないしは2日目にもちょっとお願いします。すみません。はい、お願いします。